この機械もオートメーションの走りでして、この機械ができたがためにですね、この経済成長下でも日本は企業生産を活躍できる、まあ、夢の機械というふうに言われています。今会員が1500人ぐらいで、はい、そういう皆さんのご苦労があって世界遺産に向かって進んだんだと思いますね。こうした文化財を生かしていく上においてもですね、やはり地域の皆さんの熱意とそしてアイデアが大切なんだなと思いました。今までまだ公開されていないところも含めてですね、さらに公開する施設を増やしていこうという熱意も感じました。ローラーをかける前にで、このように細い茎ですと病気が出ないんですね。人間と同じで腹八分目っていう作り方していきますと出ません。肥料が多くて水が多いとやっぱりメタモンになるんですよ。町みんなでですね、取り組んで付加価値を高め、生産性を上げるために独自の努力もし、そして成果も上げています。地域の創生にとってですね、大きな、これは資源になっていくと期待をしています。